日本東京都八王子市堀の内堀の内は東京都八王子市の地名。現行行政地名は堀の内2丁目及び堀の内3丁目と堀の内。住居表示未実施区域。郵便番号は192-0355。東京都八王子市の南部に位置する。東で、松が、谷、東中の東南米別所、西で、松に、南陽台、北で、 日野市、平山、日野市ほど久保と隣接する。堀の内2.3丁目と堀の内とで、開発状況が大きく異なっている。デジタル放送南市町地区に指定され、地デジ南市対策衛星放送対象リストに掲載されているため、地デジ放送を視聴するには衛星を経由することになる。堀の内の風景住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 堀の内三丁目十七番十二の地点で十五万八千円平方メートルとなっている。平安時代にこの地を拠点としていた地元武士団武蔵七等の西東一族の館周辺の堀の内側であったことに由来する。堀があったのは平安時代の話であり、堀の後は現存しない。また駅建設中には人骨が出土し、後にこの人骨は縄文。 弥生期のものであったことが判明、人骨以外にも多数の縄文土器、弥生土器や、石器や、縦穴式住居跡など、様々な異物が出土した。東京都埋蔵文化財、センター2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。読売テレビ、 タマスタジオがあったため、テレビドラマのロケ撮影地となる機会が多かった。撮影地として使われた作品アニメ映画、平成たぬき合戦ポンポコでは、舞台として登場した。また、劇中に登場する変化ギツの竜太郎は、堀の内出身となっている。ありがとうございます。